はい、じいちゃんハンでーすって言ってんね、あんまり言ったらあかんけどね。はい、今日はね、今からね、大滝鍾乳洞いつ気づくかなーって。うわ、いいなトロッコか。ちゃうわ。今閉めときます。はい。ちょっと火が通ってますから。開けますので、ゴールだと開けっぱしててください。はい。閉めて。よいしょ。さあ今からトロッコに乗って。ワクワクしね。ジェットコースター。今から時速200キロで頂上へ。ぶつかるよお前一瞬で。あ、すごい。うわぁ、すごい、いい楽なぁ。帰り歩いてこんのかんのやろ今から帰りのことを言うんじゃないよ。ほんと普通だな、いいね、この時期に皆さんほんと来てくれるといいかもしれない。うん、着いた。着きました。思った以上に止まらん、うん、止まった。おー、滝鍾乳洞について。よく数千年前の海だったんだこの辺。では、古生代の時代、鍾乳洞へ、大滝鍾乳洞だったで、入りたいと思います。鍾乳洞という鍾乳洞が、やっとここからかな。お、なんかちょっと、それ、あ、でもなんかそれっぽい感じには、それっぽいのが出てきましたね。おお、おお、すごい、ちゃんと鍾乳洞してる。そうそう、どこぞの鍾乳洞よりか絶対に、うわ、捨てて怒られた、ごめんね。俺より先に叱ってくれたわ、悪口を言うなと。目に入った。俺の目ん玉鍾乳洞になるから。学術的な価値が生まれてしまうよ。低い、低いっていうか、斜めってんな。相変わらずの中腰だよ。うわ、すげえ。クジャクの舞。あら、まあ。何の舞なの？クジャクなんでこう回っとるの？え？クジャクの舞って何？え、これ羽広げてるように見える、それじゃないの？どれ？ごめんね、俺芸術展示だけど、ほら、輪ゴムまで化石かな、あれ。もう台無しだよ、本当に。なあ、日本人ってこういうことやるんですか。さあ、一体何が、あぶね。もう階段の感覚狭いわ。ここちょっとこや、すごい。さあ、一体何、おう、何が映るのか。あら、まあ、これ。登ってきよ。あ、登れるのかこれ。登れる、登れる。ゴー。じゃあちょっと行ってきまーす。何があるかな。坂の間。酒屋じゃないですよ。砂の花と書いて坂の間。あ、綺麗。すごい。こんな感じですね。なかなかいいとこ、いい感じ。すごい、あ、なんか来たって感じ、鍾乳洞に。おー、水滴が垂れる垂れる。わー、綺麗だよ。鍾乳洞だよ。すごい。あ、すごい、これも未だに生きとるっていうことだよね。これからも大きくなっていくんだろうね。
なんだろう、200年後とかにはもっと道幅狭くなってんのかな。俺ら死んどる頃にはこれが5ミリぐらい大きくなっとるんだろうね。でもこうやって見るとさ、あのウルトラマン出てくるヘドラーみたいな。ヘドラーってゴジラやったかな。俺ずっと頭の中に、ね、エイリアンの住処が思い浮かんでるんだよね。あー、わかるわかる。おー、狭い。素晴らしい。あいだ、どうした。肩打った。バチが当たるのはいらんことばっかり言うんで。あんたや。バキソイ食らっとんねん。あ、うわ、すごい、すごいっすよ。うわ、なんか掘られてるし。掘られてる。もう、すごい。うわ、なにこれ。おしょ、あら、まあ、うわ、あ、いたよ。ああ、ほんとだ。うん、10円玉でお願いしましょう。はい、どうぞ。あるかな。うわ、すごい。お、皆さんすごい。白い椅子がある。あなた毎回すごいしか言ってないけど、わー、本当に白い椅子だ。俺見ろ、わーしか言ってないけど。違う。白い椅子ってさ、なんかもっと芸術的な評価かと思ったらさ、うわ、ここで濡れとるね。素晴らしい。一体何があるんでしょうか。でけえよ。ほら。俺はすげえ期待したのに。神秘だぞ。カモン。よっこいせ。濡れとるぞ。ちょっとな。すごいな。なんか。だって歩いとったらどうせ乾くやろって思うもん。歩かん、乾かん。こんなに湿気があるの。なんかいい、座れて休めて快適よ。行きましょうか。エイリアンが出てきそう。造形。どういう字？牙。象の牙。象の牙。最近バリオンの見とるけど。すごい綺麗。こっから見るとこういうとこから見てっていうのはすごいね。芸術家なんだろうね。おー、なるほど。危ない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 。まだ若いんで足腰早いぞ。弱まるの。もう十分弱まったよ。この音いいね。水滴の垂れる音。痛くなっても。耳の中をワンケース用意しろ。さあ、だんだん下ってきたから、まああれでしょうね、終わりの時間出てきたかな。俺も先頭行っとったら同じことやっとったかもしれんな。ただ俺ごめん、気をつけろ。階段気にするな、あんまり。あ、確かに頭打つわ、この高さだろう。いった、ちょうど階段しか見てなかった俺。いや、でもね、鍾乳洞で頭打つって名誉なことだと思うよ。嘘。残念ぞ、これ。いった、分かった、いった。もう帽子かぶっとったでよかったぐらいだぞ、これ。いった何が出てきた。痛い、本当に痛かった。俺ずっと階段しか気にしなかったもん。痛い、目が止まって曇ってきてるね、涙出て。痛い。目と下を見るのはもう年寄りになると無理なんだぞ、お前。二つのことをいっぺんにやらせるなと。本当だよ。これなんかすごいね。なんか魔人ブーがガッ、あのバカバカになってくっつく感じぐらいの感じ。あの固まっていく瞬間な。そう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 。
どの角度からだったら分かりやすいんだろうな。デコン…デコ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 レーションだ。ケーキ。おお。あ、ほんとだ、すごい、ほんとだこれ、見て。確かに段々になってるね。ほんでこれ、生クリームの。あ、うまいこと言うね、この人、おしゃれな。ユーバーな人やん。うわ、何これ、どれこれ、どうぞ皆さん見てください。深い深い、狭い階段、深い、ね、深い、そういうくらいいい話はねえぞこれ。あ、出口です。あら、柚子とジュースを混ぜて柚子買う。こういうのやな、結構。あ、あるやん。さんざん俺ケチ言ってきたじゃない。これで、あ、何が引くかな。え、くじです。何が引けるかだよ。さあ皆さん、ね、無料でもらえた無料で引けるくじということで、もう僕は読めてしまいました。ん、悪口だ、口を閉じろよ。 A 吉でした。やだ。A 吉じゃ、ちっちゃいバージョン、小吉さんです。ですね、結婚、まず見ると結婚なんや。え、相性、AB 型、O 型、俺絶対 A 型だから、お、AB 型も O 型でも合わないんですけどね。仕事、政治家、アナウンサー、英語。誰ができる？落語家だ、落語家ばっかしやん。これね、政治家、アナウンサー、絶対無理。落語、まあいいだろうな。喋り続ける分にはいいんじゃないの、アナウンサーも。ん？でも俺政治家になれるぞ、嘘うまいもん。ひどいな。ん？あ、旅行運ないんだね。旅行ない。俺言えるもん。しどろもどろにもなれるもん。うん、例のあれですねとか言えるもん、俺もちゃんと。よ、チェンジでも言えるわ。さあ次、貸して。はい、次、ふいくんが。やります。何が出るかな、何が出るかな。何やこれ。そういうのはね、悩んじゃうか。まあ、基地より上でやってることで俺は上の方でしょ。俺の仕事もっとざっくりしてんだけど。何、あなた何て言うの、職業の業種だったじゃん。うん、アナウンサーだったり。何、どれ。俺交通関係、建築関係、造船業、めっちゃいいやねんか。幅広いんだけど、何でもできるってことでいいやん。やだ、そのマルチスキルあんの、ほんと気にしてんのに俺。金融なんだろう、今までに散々言われたこと言われてる気がしてならんの、このおみくじ。性格やんちゃかよ俺。やんちゃじゃねえしな、ダダっ子だったらけ。一番最後に幸せの鍵ってあるけど、これある。ん、どこ、幸せの鍵一番最後、良い数16、27。なんかこんなん追加であるんだけど俺。ほんとや、なんか追加で幸せの鍵っていうのがある。俺ねえすけど。ちょっことは俺は幸せやでいいんや、今が。炭酸飲料を飲んでスッキリとした気分に。さっきの絶炭酸飲料。俺絶対舐めとるやろ。いやだってここで引いたおみくじ味なんかそういうことじゃないかなって思う。まあ所詮ただやからさ、まあ、ね。